ダブリン・モナハン爆弾事件は1974年5月17日にアイルランドのダブリンとモナハンで起きた一連の爆弾テロ事件である。夕方のラッシュ時にダブリンで3つの爆弾が爆発し、その90分後にモナハンで4つ目の爆弾が爆発した。33名の民間人と大事を殺害し、300名近くを負傷させた。厄介児と呼ばれる紛争の中で、 共和国史上、最も致命的な攻撃を行った爆弾テロである。犠牲者の多くは若い女性だったが、生前から80歳までの年齢差があった。北アイルランドのロイヤリストの準軍事組織であるアルスター義ー軍は、1993年の爆弾事件の責任を主張している。1969年以来、アイルランドで何度も攻撃をしていた。 イギリスの国家治安部隊の一部がグレナン・ギャングの一員を含む部署が爆弾テロを実行するのを助けたという疑惑が問い合わせによって真剣に取り上げられている。このような疑惑の中には元治安部隊の一員から出ているものもある。アイルランド議会の司法合同委員会はこの攻撃を英国の国家権力が関与した国際テロ行為と呼んだ。爆破事件の前月、英国政府は ブフのテロ組織と認定された組織の一覧から除外していた。爆弾事件はアルスター労働者評議会のストライキ中に起きた。これはサニングデール協定に反対する北アイルランドの強硬派のロイヤリストとユニオニストによって召集されたゼネストである。具体的にはアイルランドの民族主義者との政治的権力の共有や北アイルランドの統治における 共和国の役割の提案に反対した。アイルランド政府は協定の実現に協力していた。ストライキは5月28日に協定と北アイルランド議会を崩壊させた。この爆弾事件で起訴された者はいない。犠牲者の遺族による運動により、ヘンリー・バロン判事のもとでアイルランド政府の調査が行われることになった。2003年の報告書では、警察の捜査を批判し、 捜査員が捜査を早々に打ち切ったしたとしている。また、当時の統一アイルランドとマイナス労働党政府の不作為と爆弾事件への関心の無さを批判した。報告書は、英国の治安部隊関係者闇後の情報機関が関与している可能性が高いが、より高い関与の証拠が不十分であるとしている。しかし、英国政府が重要文書の公開を拒否したことで、 調査は妨げられた。被害者の遺族などは、英国政府がこれらの文書を公開するよう、今日までキャンペーンを続けている。10人が死亡した、パーネル通りの爆弾事故で使用され、ハイジャックされたグリーンの1970年型、ヒルマンアベンジャー14名が死亡したタルボット通り1974年5月17日午後5時30分、頃、ダブリン市内中心部のパーネル通り、 タルボット通り、サウスレンスター通りのラッシュ時に何の前触れもなく三つの車爆弾が突然爆発した。通りは交通量の多い目抜き通りから鉄道駅まで全て東西に走っていた。当時ダブリンではバスストライキが行われており、いつも以上に人通りが多くなっていた。アイルランド軍の最高爆弾処理士官の一人であるパトリック・トレアーズ司令官によると、 爆弾は精密に作られており、起爆時には核爆弾の100%が爆発したという。これにより23名が死亡し、その後数日から数週間の間に3名が負傷して死亡した。死者の多くは元々は田舎町の若い女性で公務員として雇用されていた。ダブリン中心部の一家が殺害された。被害者のうち2人は外国人でイタリア人男性と 家族がホロコーストを生き抜いたフランス系ユダヤ人女性だった。最初の爆弾ダブリンの3つの車爆弾のうち、最初のものは午後5時28分頃、マールボロ通りとの交差点近くのパーネル通りで爆発した。パーネル通り93番地と91番地にあるパブとバリーズスーパーマーケットの外の駐車場でガソリンポンプの近くで起きた。店先は吹き飛ばされ、車は破壊され、 人々は四方八方に投げ出された。爆弾の後ろに止めていた茶色のミニが直角に歩道に投げつけられた。生存者の一人は大きな炎の玉がまっすぐ私たちに向かってきてまるで核のキノコ雲のようにすべてのものを巻き上げたと語っている。爆弾者はメタリックグリーンの1970年ヒルマンアベンジャー。登録番号は DIA4063 だった。 ダブリンの主要道路であるオコンネル通りに面していた。この車は、その日の朝に、北アイルランドのベルファストで、ハイジャックされており、他の2台の爆弾車と同様に、ナンバープレートは変更されていなかった。この爆発では、乳児の女児2名とその両親、第一次世界大戦の退役軍人を含む10名が、死亡した。10台のガソリンポンプの係員を含む、他の多くの人が重傷を負った。 第2の爆弾午後5時30分頃タルボット通りのロワー,ーガーディナー通りとの交差点付近で、車爆弾が同じくダブリンで爆発した。タルボット通りは、市内中心部からダブリンの主要な鉄道駅の一つである、コノリー駅までの主要な道路だった。北側のタルボット通り18番地のゲニス百貨店の向かい側に止めてあった。爆弾車は、メタリックブルーヌフォードエスコート。 登録番号は 1385WZ だった。その日の朝、北アイルランドのベルファストの港で盗まれていた。爆風は、通りの両側の建物や車両に被害を与えた。周りにいた犠牲者は重度の火傷を負い、硫酸弾、飛来するガラス、瓦礫に襲われ、何人かは、店の窓から投げ込まれた。12名が、即死。 さらに2名がその後の数日から数週間の間に死亡した。被害者14名のうち13名は女性で、そのうち1名は妊娠9ヶ月の女性だった。車爆弾の横にいた若い女性が首を切り落とされた。他の何名かは手足を失い、男性1名は鉄棒で腹部を突き刺された。救急車が渋滞を乗り切るのに苦労していたため、30分ほど。 路上に数体の遺体が横たわっていた。百貨店の外の歩道で少なくとも4体の遺体が発見された。犠牲者の遺体は現場から撤去されるまで新聞紙で覆われていた。第3の爆弾3度目の爆弾は午後5時32分ごろ、ダブリン大学トリニティカレッジの近く、アイルランド議会の住居である、レンスターハウスからほど近いサウスレンスター通りで爆発した。 二名の女性が爆弾に非常に近くにいたため即死した。爆弾車は青のオースチン1800、登録番号ホイ2487だった。パーネル通りの車と同じく同日の朝にベルファストでタクシー会社からハイジャックされていた。トリニティカレッジの歯科学生が現場に駆けつけ負傷者の応急処置を行った。 ほぼ90分後の午後6時58分頃、北アイルランドとの国境の南に位置するモナハンの街の中心部で4個目の車爆弾が爆発した。ノース通りのプロテスタント所有のグレーセンパブの外に駐車されていた。車は緑色の1966年ヒルマンミンクス、登録番号 6583OZ だった。数時間前にポータダウンの駐車場から盗まれていた。 ダブリンと同様に爆弾予告はなかった。これにより5名が即死し、その後の数週間でさらに2名が死亡した。爆発の5分前に爆弾車が駐車した証拠がある。警察署から約270から370メートルの場所にあった爆弾現場は5月17日午後7時から5月19日午後2時30分まで8名の警察官によって保存され、 技術的な調査が終了していた。現場から採取された金属片の放火学分析では爆弾はビールソンなどの容器に入っていたことが示唆されている。モナハンの爆破は支援攻撃であり爆発により国境から警備を引き離しダブリンの爆弾班が北アイルランドに戻るのを助けるための陽動作戦であったと示唆されている。ダブリンのタルボット通りにある 爆弾犠牲者の慰霊被爆発後、負傷者を助けようとする傍観者が殺到し、数分後には緊急対応要員が現場に駆けつけた。ダブリン中の病院が死傷者を受け入れるために待機していた。しかし、ダブリンではバスストライキの影響で交通量が多く救助活動に支障が出ていた。救助者たちは助けがすぐには来ないことを感じ、死傷者を持ち上げ、コートにくるみ、 車に束ねて、最寄りの病院に連れて行った。アイルランド警察の車両が月会を護衛し、負傷者の手当てをするために混雑した通りを通った。何が起こったのかを察知した多くの人々は、献血に向かった。パーネル通りの爆弾事件で娘と義理の息子と二人の孫娘を亡くしたフィングラスのパディドイルは、ダブリンの死体安置所内の光景を、殺のようなものだと表現し、 作業員が手足を合わせて死体を作っていると表現した。18時、死傷者がすべて撤去された後、警官がダブリンの3つの爆弾現場を封鎖した。その15分前の午後5時45分には、爆弾犯の逃走を阻止するために、全国に包囲線を張るよう命令が出されていた。警察官は、この折駅、バスターミナルのブサラスダブリン空港、 カーフェリー乗り場、ダンレアリーの郵便船に派遣された。午後6時28分、ダブリンベルファスト間の列車は弾道区に停車し、警部率いる18名の警察官によって捜索された。5月17日夜、弾道、写真、地図、指紋の各課の警察が、ダブリンの3つの爆弾現場を訪れ、その破片を調べた。 4度の爆弾事件の死者数は34人か35人とする説もある。犠牲者、コレット・ド・ハーティの退治を含むと34人。その後死産となったエドワードとマーサ・オニールの子供を含むと35人になる。エドワードはパーネル通りで即死した。マーサ・オニールは攻撃に巻き込まれなかったが、子供のうち2人が爆撃で重傷を負った。そのうちの1人。 4歳の男児は顔に重傷を負った。コレット・ド・ハーティの22ヶ月の娘は、タルボット通りの爆発で生き残った。爆弾現場の近くでさまよっていたが、比較的無傷であることが確認された。モナハン爆弾事件から6週間後、同事件で死亡したトーマス・ギャンベルの高齢の母親は、息子の死に受けたショックで死亡したとされている。一連の爆弾事件の影響で、 アイルランド軍は4年間、国際連合の平和維持活動から部隊を撤退させた。タルボット通り、イレー碑の裏北、アイルランドでは、当時アルスター防衛同盟とアルスター労働者、評議会のストライキ委員会の報道官だったサミン・スミスは、ダブリンでの爆弾事件について、非常に喜んでいる。自由国との戦争があり、今私たちは笑っていると述べた。しかし、ウダモブフも、 事件への関与の責任を認めていない。キャプテン・クレイグがアイリッシュニュースとアイリッシュタイムズに電話をかけ、レッドハンド旅団を代表して爆弾事件の責任を主張した。爆破事件はアイルランド政府とイギリス政府によって非難され、アイルランド政府は責任者を追及することを誓った。しかし、アイルランド政府の対応には被害者の遺族などから不満の声が上がっている。 政府情報局の報道官によると、統一アイルランドとマイナス労働党政府は、現在の厄介児で1000人以上が死亡しているとして、国民的な追悼の日の開催を拒否した。全政権は、北、アイルランドで起きた地の日曜日事件で殺害された犠牲者を追悼する国民的な日を設けていた。また、国旗を半旗にしないことが決定されたが、これはすぐに取り消された。 南レンスター通りの爆破現場から約300メートル離れたレンスターハウスでは政治指導者らが次回の会員会議での爆弾事件について語った。政府閣僚の発言は爆撃がアイルランド共和軍の必然的な結果であることを示唆しているように見えた。統一アイルランド党のリーアム・コスグレイブ首相は憲悪感を記録して以下を付け加えた。 先週の金曜日の暴挙の無実な犠牲者の地は、この島々での現在の暴力運動を促進するために、銃を発砲したり、爆弾を爆発したりしたすべての男の手の上にある。現代では、暴力はきちんとした区画に収めることはできず、あるケースでは正当化されても、別のケースでは正当化されない。共和党の野党指導者、ジャック・リンチは残酷な出来事に、 病んでいるし、避難の声も広げた。過去5年間に、ベルファスト、デリー、その他の地域で殺し、傷つけ、財産を破壊した爆撃と暴力に参加した者と、組織は、先週の金曜日にダブリンとモナハンの路上に実際に爆弾を仕掛けた暗殺者の罪悪感と恥を共有している。当時の中アイルランド英国大使、アーサー・ガルスワージーは、 極秘のメモの中で爆弾事件直後のダブリンの反応を記している。爆破事件はアイルランド共和軍に対する態度を降下させたと述べた。一般的な反北プロテスタントの反応の兆候はない。英国に責任を押し付けようとする IRA の予測可能な試みは全く前進していない。南部が暴力を経験した今だからこそ、 北が長い間求めてきた方法で反応している。この点をすり込むのは心理的なミスだろう。アルスター義勇軍が1993年の爆弾事件の責任を主張したのは、部フを加害者とし、イギリスの治安部隊が攻撃に関与していたと主張した爆弾事件のテレビドキュメンタリーを受けてのことだった。1993年7月7日、ヨークシャーテレビジョンは、 ヒルンハンド、ザ・ホー・モットン・マサカーと題した爆弾事件のドキュメンタリーを放送した。ドキュメンタリー制作者は、アイルランドやイギリスの元治安部隊員や、元ロイヤリストの過激派にインタビューを行った。また、警察の書類にも調査できるようになっていた。番組では、爆弾テロは、イギリスの治安部隊のメンバーの助けを借り、部署によって行われたと主張していた。 関与していたと言われている部婦の一員の数を指名し、それ以来厄介児で殺害されていた。これらには、ビリー・ハンナの軍曹、ロバート・マコーネル、ハリス・ボイル、そして、ジャッカルと呼ばれるロイヤリストが含まれていた。後に、放送当時まだ生きていたもというア軍人の、ロビン・ジャクソンであることが判明した。ドキュメンタリーでは、全員イギリス情報部と、 王立アルスター警察隊特別支部のエージェントとして働いていたと主張している。ウィリアム・マーチャントは中古車をハイジャックしたベルファストの部フギャングのリーダーとして名前が挙がっている。また、隠密の特殊偵察部隊の一員であるイギリス陸軍将校ロバート・ナイラックが関与している可能性を示唆していた。ナレーターは警察、軍、ロイヤリストのある情報源からの証拠があり、 それによると1974年5月に彼は、テロリストと会い、武器を供給し、テロ行為を計画するのを助けていたことが確認できると述べた。攻撃の複雑さと爆弾の巧妙さに言及した。元イギリス陸軍将校のフレッド・ホルロイド、元警察長官のイーモンド・ハーティ。 元爆弾処理の専門家であるジョージ・スタイルズ・チューサとパトリック・トラーズ司令官はいずれも爆弾は部符の特徴ではなく治安部隊の助けがなければ攻撃はできなかったと示唆している。イギリスの治安部隊が代理人としてロイヤリストのテロリストを使用していたことが示唆された。治安部隊の中には軍事的解決を支持しており英国の労働党政権が追求している。 政治的解決には反対していると言われていた。英国政府の北アイルランド長官だったメルリン・リースは1974年に平和を追求した政策が英国陸軍情報部の派閥によって損なわれたと考えていた。爆弾事件はサニングデール協定を破壊し両政府に IRA に対抗するための強行路線を取らせるためのものであると推察された。 一週間後の1993年7月15日、アルスター義勇軍は爆弾事件の責任を主張したが、英国の治安部隊の支援を受けたことは否定した。作戦全体は、構想から成功に至るまで外部機関の助けを借りずに、我々のボランティアによって計画され、実施された。計画とは、対照的に実際に我々の能力の範囲内で十分に目的を、 達成するために英国、または他の方法で秘密の安全保障部隊の人員を使用することによってボランティアの匿名性を妥協することは望ましくなかったであろう。北、アイルランドで行われていたものの背景を考えると研究者は限界まで指摘な許可を取ることにしたか、または真実は愚か者のための罠を作るために悪党によってねじ曲げられていたかのどちらかである。 最低限の精査でダブリンとモナハンに仕掛けられた爆弾の構造がほぼ毎日のように北アイルランドに仕掛けられた爆弾と同じではないにしても似たようなものであることが明らかになったはずである。1996年に爆破被害者の遺族は公開調査を求める運動を開始した。このグループは自分らがアイルランド国家から忘れ去られていたことや英軍が 爆弾テロに関与していた可能性があると考えていた。1997年7月23日、同グループは欧州議会に陳情した。多くの国の欧州議会議員が英国政府に対し爆弾事件に関するファイルの公開を求める声を指示した。しかし、その年の8月27日にアイルランドの裁判所はファイルの公開を要求することを拒否した。 1999年8月、アイルランドの被害者委員であるジョン・ウィルソンは、公開調査の要求について報告した。司法調査を提案し、非公開で行われた。1999年12月に、バーティア・アハーン首相は、リーアム・ハミルトン判事を爆弾事件の調査のために任命した。この調査は2000年初頭に開始され、10月には、ヘンリー・バロン判事が、 ハミルトン判事の公認に任命された。アイルランド政府などは、英国政府が調査に協力するのが遅れていると報告した。同省は2000年11月、英国のジョン・リード国務長官に手紙を書いた。ジョン・リード国務長官は2002年2月に返信し、爆弾テロに関する英国の文書は、国家の安全保障上の懸念から公開されないと述べた。 バロン報告書は2003年12月に発表された。報告書は英国の治安部隊員が爆破事件に関与している可能性はあるが関与の証拠が不十分であるとしている。しかし英国政府が重要文書の公開を拒否したことが調査の妨げになったと報じられた。その後バロン報告書を検討し勧告を行うために アイルランド政府の小委員会が設立された。これらの勧告は2004年3月に発表され、アイルランド政府が欧州人権裁判所に提訴し、英国政府に爆破事件の公開調査を強制するよう勧告したものである。2005年6月、アイルランド政府は英国政府を欧州司法裁判所に提訴し、爆弾事件のファイルを強制的に公開することを検討すると述べた。 2008年と2011年には、アイルランド議会で2つの同義が、全会一致で可決され、英国政府に対し、独立した国際的な司法関係者が文書を評価するために利用できるようにすることを求めた。2012年と2013年には、忘れられた人のための正義グループは中アイルランド、英国大使と会談し、合意された評価者が、英国で文書を評価することを提案した。 しかし、段階を前進させるためのさらなる会合は、2013年11月に、英国側によってキャンセルされた。2014年5月、被害者遺族は、英国国防省、北アイルランド事務所、北アイルランド警察庁などの英国政府機関を相手に民事訴訟を起こすと発表した。2003年12月10日、ダブリン・モナハン爆弾事件に関する、 ヘンリー・バロン判事の報告書が発表された。この報告書の公表は政治やメディアの反応が示すようにアイルランドでセンセーションを巻き起こした。報告書は回答よりも多くの疑問を投げかけ新たな調査の道を開いたという点では一般的に同意されている。爆弾事件の経緯や犯人については以下のように述べている。審問は共謀罪の調査で 英国当局に妨害され、スティーブンス新問と同じ問題に直面していると述べた。英国政府は、この紹介の情報文書を見せることを拒否し、紹介は、これが調査の妨げになったと述べた。バロン報告書は、警察による爆破事件の捜査と、当時の統一アイルランド等、マイナス労働党政権の反応を批判した。報告書によると、 警察の捜査は情報を十分に活用できていなかったという。例えば、オーリツアルスター警察隊が警察に爆弾犯の容疑者を逮捕したと伝えたとき、警察は名前も逮捕に至った情報も聞かなかったようである。また、警察の公式文書が大量に行方不明になっていることも明らかになった。バロンはダブリン爆弾事件に関する司法省のファイルは、 完全に行方不明であり、司法省は、紹介に記録を提供していないと述べた。報告書の結論は、警察の捜査班は、捜査を予定より、早期に打ち切られたとされている。特命調査団は、爆弾事件から2ヶ月後の1974年7月に、解散した。バロン報告書によると、当時の統一アイルランド党、マイナス労働党政権は、 爆弾事件にほとんど関心を示さなかったとし、捜査への協力が十分ではなかったという。英国政府に政治的圧力をかけて、ダックからより良い協力を得ることができなかった。また、統一アイルランドとマイナス労働党政府は、調査結果が共和党員の手の中に入ることを恐れ、警察の調査を早々に終了させたか、または許可したと主張されていた。 しかし、調査は政治的干渉の結果として停止された不十分な証拠を持っていた。バロン報告書の公表を受けて、議会省委員会を設置し、報告書の検討と勧告を行い、2004年3月に最終報告書として発表された。省委員会は、犯人と英軍が爆撃機と共謀したという主張について、さらに広範な調査を行うべきだと結論付けた。 受け取った情報で凶暴があった疑いが強まったという。しかし、これを調査するためには、英国内の文書の入手や目撃者の証言が不可欠であると指摘している。文書と容疑者が英国にいるため、商委委員会は北アイルランド及び、または英国に公的な審問の法廷を設けるべきだと述べた。アイルランド政府が欧州人権裁判所の前に事件報告を提出し、 英国政府に爆弾事件のような調査を強制するよう勧告した。2005年、アイルランド政府は英国政府を欧州司法裁判所に提訴し、爆弾事件に関するファイルを公開するように迫ると脅した。イギリスのトニー・ブレア首相は公的調査を正当化するのに十分な証拠がないと述べた。商委員会の勧告を受け、アイルランド政府は2005年5月、 パトリック・マケンティーのもとに、さらなる調査委員会を設置した。マケンティー審問は、なぜ警察の捜査が頓挫したのか、いくつかの手がかりを追跡調査しなかったのか、警察の文書が行方不明になっているのかを調査することを任務としていた。報告書は2007年3月にアイルランド政府に渡され、その後間もなく公表された。 ヘンリー・バロンによるマイアミショーバンドの大虐殺、シーマス・ラドローの殺害、キーズ・タバーンの爆撃へのその後の報告書は、同じ部署メンバーとの広範な共謀の証拠を発見し、英軍の一部で国際テロに相当するものだった。爆弾事件当時、コリン・ウォレスはイギリス陸軍北アイルランド司令部にいた、イギリス情報部の証拠だった。 1975年に辞任して以来、ロイヤリストとの国家共謀を含む治安部隊の不祥事を暴露してきた。バロン新聞にも証拠を提出した。1975年8月、北アイルランドの英国陸軍情報サービスの責任者であるトニー・ストートンに宛てた手紙の中で、ウォレスは以下のように書いている。昨年5月に起きたダブリンでの爆破事件は、 権力の共有化を実現するために、アイルランド政府が果たした役割に対する報復であったことを示す良い証拠がある。クレイグの関係者の一人によると、関係者の中には、ギャングズ、ジャクソンズ、マルホランド、ハンナ、カー、マコーネルなどがいて、当時は特別支部や軍事情報部と密接に連携していたという。クレイグの仲間は、中派的な暗殺は、 停戦交渉をしようとするリーズの試みを破壊するために設計されたと考えている。ターゲットは、諜報部、特殊部隊によって、双方のために特定された。また、何人かの上級王立アルスター警察隊役員が、このグループに関与していると信じている。要するに、ロイヤリストの準軍人と諜報部、特別支部の一員が、双方の準軍人に殺し合いをさせることで、 消耗戦を戦い、同時にサニングデールのような将来の政策を阻止しようと、ある種のギ似ギャングを結成したように見えるのだ。1975年9月のさらなる手紙の中で、ウォレスは、ミーゴが部婦の政治への動きに反対する強硬派のグループを支援していると書いていた。昨年後半に発生した暴力の多くは、新情報部の一部の人々が、 意図的に紛争を煽ることによって引き起こされたと信じている。我々はこの1年間、離反したブフやフを標的にすることを許されたことはなかった。しかし、彼らは IRA よりも多くの人を殺している。バロン新聞への証拠では、ウォレスは治安部隊はブフに徹底的に潜入しており、大規模な爆撃作戦が計画されていたことを知っており、 誰が関与していたかを知っていただろうと主張した。その上で爆破調査チームが爆破事件の極短期間で解散したことを指摘している。バロンはウォレスの1975年8月の手紙は北アイルランドの治安部隊がガルダの捜査チームと共有されていない情報を持っていたことを示す強力な証拠であると指摘した。フレッド・ホルロイドやジョン・ウィアーと同様に コリン・ウォレスを貶めようとする試みは失敗に終わった。バロンはウォレスが使えていたのと同じ警備会社に狙われていたと指摘した。1975年、記者のロバート・フィスクに機密文書を渡そうとしたため、表向きは辞任に追い込まれた。ウォレスは時計仕掛けのオレンジ計画の続行を拒否したことと、治安部隊が自動性暴力団に関与していたことが、 発覚したことが解雇の本当の理由だと主張している。解任後、ウォレスはこれらの不祥事を暴露しようとしただけでなく、ロイヤリストとの国家間の結託も暴露しようとした。1980年に数々の主張をした直後、逮捕され、過失致死罪で有罪判決を受けた。1985年に仮釈放され、無実を宣言。 ウォレスが濡れ衣を着せられたと様々な人が主張している。その後、有罪判決を覆され、公職からの不当解雇で3万ポンドの賠償金を支払われた。英国陸軍の諜報機関での役割は遅ればせながらも1990年に公式に認められた。ジョン・ウィアーは1970年代に王立アルスター警察隊の特別パトロールグループに所属していた。 1980年に仲間のラック士官ビリー・マコーギーと共にカトリック市民の殺害に関与した罪で有罪判決を受けた。有罪判決を受け仲間のラック将校とアルスター防衛連隊の兵士が一連のロイヤリストの攻撃に関与していることを示唆した。先制供述書ではウィアーは自身がグレナン・ャングの一員であったことを明らかにした。攻撃のほとんどは 殺人トライアングルと呼ばれるアーマー剣とティロン剣で行われたが、共和国でも数々の攻撃を開始した。ウィアーによると、これにはダブリンモナ反爆弾事件も含まれていた。これらの攻撃に関与した名前を挙げた。ウィアーによると、ダブリンモナ反爆弾事件の主な主犯は、ユーアの軍曹で部フの順将であったビリー・ハンナであった。ハンナ、ロビン・ジャクソン、デイビー・ペイン、 ウィリアム・マーチャントがダブリン爆撃を行い、スチュワート・ヤングとジョンとウェズリー・ソマービル兄弟がモナハン爆撃を行ったと主張している。爆弾はユア情報部のジョン・アーウィン隊員から提供されたと主張し、ラックの仲間のローレンス・マクルーアの助けを借り、ジェームズ・ミッチェルのグレナン農場で組み立てられたと主張した。ウィアーはイギリスの陸軍情報部とラックは 犯人を知っていたが逮捕しなかったと主張している。さらに、陸軍情報部とラックは、グレナングループとの接触により、爆弾事件を事前に知っていた可能性が高いと述べている。ラックは、警察に報告書を提出し、ウィーアの証拠を弱体化させようとした。バロンは、このラック報告書は、非常に不正確で信憑性に欠けていることを発見した。バロン新聞は、 ウィアーの証拠には信憑性があると考えており、ダブリンモナハン爆弾事件に関するウィアーの主張は最も深刻に扱われなければならないというアイルランド警察の見解に同意しているとしている。バロン調査ではウィアーの主張を裏付ける証拠を発見した。その中にはウィアーの主張を裏付ける証拠が含まれており、攻撃に同じ武器が使われていたことを示す弾道の歴史の 連鎖が含まれていた。記者のスーザン・マケーは、同じ人物が何度も何度も現れるが、その関連性は指摘されなかったと指摘している。加害者の中には、不利な証拠があるにもかかわらず起訴されなかった者も,もいると指摘している。爆弾事件へのイギリス治安部隊の関与の証拠は、1970年代に、北、アイルランドで、魅力のイギリス陸軍のフレッド・ホルロイド隊員によっても、 裏付けられている。ホルロイドは爆弾事件は北アイルランドの治安部隊とロイヤリストの強い順、軍事組織との共謀の一部だったと述べた。爆破事件の主犯であるユーアのビリー・ファンナ軍曹はホルロイドに報告した諜報員と接触していたと主張している。ホルロイドはまたアイルランドの治安部隊が英軍のために国境地帯を凍結することに密かに合意したと主張している。 これは、アイルランド軍が一定の時間にある地域を離れ、英軍が国境を越えて、アイルランド共和軍の一員を誘拐することができるようにすることを意味した。ホルロイドは、1975年に、エドモンド・ガービー副警視総監と、警察本部の王立アルスター警察隊巡査にあったと主張している。ホルロイドは、ガービーと別のガーダを、イギリス側と名指しした。ガービーは後に、 この会議が行われたことを否定した。しかしバロンは、ホルロイドによる警察本部への訪問は、ガービー前、警視総監が思い出せなかったにもかかわらず、疑う余地なく行われたとしている。ガービーは1978年に、実共和党政権によって解任されたが、ガービーを警察長官として信頼していなかったと、明言しただけである。バロン新聞は、 警察とラックのメンバーが不正に不当にホルロイドの証拠を貶めようとしたことを明らかにした。調査によってインタビューされた、ラック役員の一部は、ホルロイドの信頼性を否定するために、明白な熱意で自分自身が不幸にも信頼性を汚してしまった、不正確で誤解を招くような発言をしたという。2014年のアルバム、ソングス・オブ・イノセンスに収録されている U2 の ライズドバイウルブス、レイズドバイウルフズという曲は、タルボット通りの爆弾事件について研究している。アルバムのライナーノーツには、爆弾テロの余波を目撃した、リードボーカルのボノの幼馴染みのことが書かれている。U2 の2015年の、イノセンス、エクスペリエンスツアー中、U2 は、ブラディサンデーと、レイズドバイウルブスの演奏の合間に、最初の爆弾事件で使用されたものと同じような、 車のアニメーション映像を当日のラジオニュースの報道とヤンペイズリーのスピーチを多重録音し忘れられた33名の犠牲者のために正義を求めた。一連の爆弾事件の余波はロディドイルの小説ザデッド・リパブリックにも描かれている。ありがとうございます。